14世紀のフレグウルスとその周辺国イルハン朝は、現在のイランを中心に、アムダリア側からイラク、アナトリア東部までを支配したモンゴル帝国を構成する地方政権。首都はタブリーズ。イルハンのイルとは、元来、トュルク諸語において、互いに仲間である人間の集団を意味し、特に遊牧民においては遊牧民が支配層を構成する遊牧国家、 遊牧政権そのものをこの語によって表現した。これはモンゴル語のウルスとほぼ同義であるが、モンゴル語にもそのままの形で取り入れられ、モンゴル帝国ではもともと敵型であった人間集団や都市、国家をモンゴル帝国側に吸収し、また引き入れることに成功した時に仲間となるという意味合いでいるとなると表現した。そのため、これに遊牧政権の君主を意味する反、 あるいは勘を付した、イルハンやイルカンは、武州の訓長、国民の主を意味し、ほぼ同義のウルシュイディという称号とも合わせて、モンゴル帝国を構成するショールスにおいて、必ずしも、イルハン朝の君主のみが用いた称号ではなかった。しかし、この政権の建設者である、チンギスカンの孫、フレグが、この、イルカンの称号を帯びていたこと、また特に西欧において発展した。 近代史学においては、1824年に、フランスの東洋史学者、アベル・レミューザが公表した研究で、第四代君主アル軍が、フランス王国のフィリップ4世に同盟を申し入れた、書簡において、アル軍の称号として、イルカンが用いられていたことが注目され、イルハン朝、あるいはイ、イルハン国、イルハン国、イルン国といった通称が広く用いられるようになった。 周氏など、この政権自身や周辺が編纂した記録では、ペルシア語で、ウールーセフーラーグー、つまり、モンゴル語で、フレグのウルスを意味する故障を翻訳した表現が、見られることなどもあり、モンゴル研究者からは、フレグ一門のウルスという意味で、フレグウルスと呼ばれることも多い。シリアパレスチナ戦線。百五十八年のフレグ正方遠征軍による、バグダード包囲。フレグは、 兄のモンゴル帝国第四代大ハーン、モンケにより、モンゴル高原の諸部族からなる、精製軍を率いて、西アジア遠征を命ぜられ、1253年にモンゴルを出発、1256年に中央に創刊されたホラーサーン総督に代わって、イランの行政権を獲得し、後のイルハン朝がイラン政権として事実上成立した。 1256年にニザール派のルクヌッディーン、フルシャーが降伏すると、フレグはイランの制圧を完了させた。1258年にイラクに入ってバグダードを攻略、アッバース朝を滅ぼして、西アジア東部をモンゴル帝国の支配下に置き、西部進出を伺った。1260年、フレグはシリアに進出、アレッポとダマスカスを支配下に置いた。 1260年春頃に兄モン・ケ死去の法を受けると、フレグはカラコルムへ向かって引き返し始めたが、キロの途上で時系クビライと弟、アリクブケによる定位継承戦争が始まったことを聞くと、西アジアに泊まり自立王朝としてイルハン朝を開くことを決断した。フレグはシリアから引き返した時、シリアに軍の一部を残したが、残留モンゴル軍は、 マムルーク朝のスルタン、クチュズとマムルーク軍団の超バイバルスが率いるムスリムの軍に攻め込まれ、9月のアインジャールーとの戦いで敗れてシリアを喪失し、以来マムルーク朝とは対立関係にあった。また、成り行きで西アジア地域を占拠して自立したため、隣接するジョチウルスのベルケとは、同じモンゴル帝国内の政権ながら、ホラズムとアゼルバイジャンの支配権をめぐって対立し、 チャガタイウルスとは、マーワラアンナフルの支配権をめぐって対立したが、キプチャクチャガタイの両藩国が、オゴデー家のカイドを第五代代、ハーンクビライに対抗して、大ハーンに衰退したため、フレグは、クビライの支配する大元ウルスとの深い友好、関係を保った。さらにジョチウルスのベルケは、マムルーク町のバイバルスと友好を結び、イルハン町協議の構えを見せた。 対抗して、イルハン朝は、東ローマ帝国と友好を結んでいた。イルハン朝が、東ローマと結んだのには、フレグの母、ソルコクタニベキア、フレグの子で1265年に、第二大藩となったアバカがネストリウス派の、キリスト教徒で、キリスト教に対して、親しみがあったためであるとも言われる。1268年、バイバルスが、フレグ死亡後の混乱に乗じて北上し、 アンティオキア公国を滅亡させた。1269年、バラクとカイドが協定を結んでヘラートへ進行。1270年、第8回十字軍で苦戦していたアッコン防衛にエドワード一世が派遣される。1270年7月21日、カラス平原の戦い。イルハンチョはフレグの生成のためにモンゴルの核王家に 分与されていた全部族の専人隊から一定割り当てで招集された遊牧民とモンゴル帝国の従来からのイラン中東軍の万人隊全体からなる寄せ集めの軍隊からなっていた。そのためいるハン朝の政権構造はモンゴル帝国全体のミニチュアといっていい形をとっており、帝国本体全部族の在乱文家の狩領でもある将軍たちの力が入り混じり、 さらに農耕地への行政を担う在地のペルシア人官僚の派閥争いもあって複雑な権力関係にあった。藩は本来、フレグ家の直属部隊とは言えない各部族へと惜しみなく金品を分配し部族をまとめる力を期待され、また部族にとって都合の良いものが藩の座に臨まれたため、1282年のアバカの死後将軍たちの対立構想も 背景としてたびたび激しい後継者争いが起こった。その結果、国家財政の破綻、新世代のモンゴル武将たちのモンゴル政権、構成員としての意識の喪失といった、ウルスそのものの崩壊の危機に見舞われるに至った。ガザンのイスラム改収1295年、アバカの孫ガザンは、おじ、ゲーハトを殺したバイドを倒し、第七大藩に即位した。ガザンは、 範囲ダッシュにあたって仏教からイスラム教に改修したが、これによって、イラン国内のモンゴル諸部族にも増えつつあったムスリムの支援を受けて即位したため、イラン在住の核部族がこれに従って、イルハン朝はイスラム化を果たした。ガザンは自らイスラムの帝王を名乗り、この称号はオルジェイト、アブーサイードにも受け継がれた。ガザンは、ソフアバカに仕えていたハマダム出身の、 元ユダヤ教徒の手に、ラシードッティーンを最小に投与すると、税制については、従来、モンゴルのイラン支配が始まってから挑発が乱発されていた、臨時課税を基本的に一時中断し、諸々の年貢を通常イランで徴収日が固定されていたノールーズなどに一本化するなど徴税についての好機を粛清した。イスラム王朝伝統の地祖税制に改正させ、 部族の将軍たちに与えていた恩給を国有地の朝税権を授与するイスラム式のイクター制にするなど、イスラム世界の在来制度に適合した王朝へと転身する努力を払い、イルハン朝を復興させた。さらにガザンは政権中枢の政策決定に預かる諸部族とそれを率いる武将たちのモンゴル政権、構成員としてのアイデンティティを回復するため、 自らの知るモンゴル諸部族の歴史をラシードティーンに口述して記録させ、それに宮廷文書庫の古文書や古老の証言を参照させてモンゴル史の編纂を行わせた。この編纂事業によって核部族にチンギスケ、さらにはフレグケとの深い結びつきを再認識させることを図ったのである。シリアパレスチナ戦線。パレスチナ戦線及びマージアルサファーの戦いで、 マムルーク朝に敗れ、以降のマムルーク朝によるシリアの支配が確定した。ガザンは、サイードたちの館と呼ばれる預言者ムハンマドや、カリフ・アリーの公営であるサイードたちのための宿泊施設を各地に建設し、また各地で、モスクやマドラサその他宗教を、公共施設の建設や改修、枠付物件の設定が行われた。ソルターニーへのオルジェトビオーガザンは1304年に、 死ぬが、弟のオルジェイツが藩に即位して、兄の政策を継続し、また1301年に、カイドが戦死して、大元を創始国とするモンゴル帝国の緩やかな連合が、回復された結果、東西交易が流盛して、イルハン朝の歴史を通じて、最も繁栄した時代を迎えた。オルジェイツは新種とスルターニーヤを造営し、最初、ラシードッティーンに、ガザン時代に変纂させた。 モンゴル史を母体に、モンゴルを中心に当時知られていた世界の、あらゆる地域の歴史を修正した、修士や、彼の専門であった医学や中国方面の薬学についての論文、脳書、イスラム神学に関わる、著作集を執筆させている。さらにガザン、オルジェイトの時代には、用紙の企画化が推進され、現在にも伝わる大型かつ良質なクルアンや、宗教諸学、医学、 博物学、天文学など様々な分野の写本が大量に作成された。地方史の編纂も盛んであった。終始編纂の影響と考えられているが、特に、挿絵入りの、王書などの文学作品の豪華な写本が作成されるようになったのも、両藩の時代からであった。この時代には、イルハン朝におけるイランイスラーム文化の成熟が示された。1316年、 オルジェイツが死ぬと、息子、アブーサイードが即位するが、真犯はわずか12歳であったためスルドス部族のチョパンが最小として実権を握った。1317年、ラシード・ティーンと性的タージェティーンアリーシャーの清掃で、ラシードが失脚し、翌年処刑された。成人したアブーサイードは、チョパンの娘、バグダード・ハトゥンをめぐって、 チョパンと対立するようになり、1327年にチョパンを殺害し、実権を自ら掌握するが、この内紛で、イルハン朝の軍事力は大いに衰えた。ジョチウルスのウズベクハンが内周する陣中で、ディルシャドハトゥンを寵愛するアブーサイードは、1335年に、このなかったバグダードハトゥンに暗殺された。フレグ王党の断絶をもって、イルハン朝の滅亡とすることが多い。 イルハン朝の解体後のイラン周辺、アブーサイードが沈没したとき、ラシード・ティーンの息子で最小のギアース・スティーンは、フレグの弟アリクブ家のヤシャゴに当たる東円の王族、アルパ・ケウンをハンに衰退させた。しかし、アルパ・ハンは、即位からわずか、半年後の1336年、彼に反対する、オイラト部族のアリー・パーディシャーに敗れて殺害された。以来イ,イランは、 様々な家系に属するチンギス・ハーンの子孫が、有力部族の将軍たちに擁立されて次々とハンに、開廃される、混乱の時代に入った。アリー・パーディシャーは、バイドの孫のムーサーを擁立したが、ジャライルブのハサン・ブズルグが取って代わり、フレグの子、モンケ・テムルのヤシャゴであるムハンマドを擁立した。一方で、ホラ・サーンでは、チンギス・カンの弟ジョチカサルの後栄であるトガ・テムルが、 周辺諸公から藩と認められつつあり、逃げ延びたムーサ、と反乱を起こした。これは、失敗に終わったが、大波山もすぐに、ジョバン家のシャイフ破産に敗れて、区別の君主であるムハンマドを失った。小波山が一族のサティベクを女王として擁立すると大波山は、これに対抗して、トガテムルを藩として認めて擁立した。 一時は、トガテムルとサティを結婚させる案も出たが流れてしまい、トガテムルを見限ったオハさんは、ゲイハトの孫のジハーンテムルを藩に擁立。コハさんもフレグノコイシムトの後営のスライマーンを、老齢のサティと結婚させて、藩に擁立した。構想に勝利したコハさんが三百四十三年に暗殺されるとスライマー案は、サティと共に混乱する著番系大葉さんの介入を、 求めた。しかしこれは失敗し、藩たちは、コハさんの弟のアシュラフに追放されてしまった。以降は、アヌシルワンという名の家系不明で、実態すら定かでない藩が建てられる。1357年に、チョバン家がアゼルバイジャンをめぐって、ジョチウルスに滅ぼされると、イルハンチョウは完全に滅亡した。一方で、ホラサーンを支配していたトガテムルは、 周辺諸行から1350年前後までは、藩と認められ続け、一度は見限ったオハさんも序盤、家に対抗して1344年までは改めて、トガテムルを藩と認めていた。1353年、乱立した藩の中で最後まで生き残っていたトガテムルが、殺害され、イランからは、チンギス・ハーン一門の君主は消滅した。イラクでも、 大波さんが1356年に死去すると、時代のシャイフーバイスは靴を立てずに、自ら藩に即位して、ジャライル朝を建国して、ジョチウルスに滅ぼされたチョバンケ領を併合していった。こうしたアブーサイード死去以来の混乱で、イランの各地には、ムザフファルアサ、インジュ朝、アサ、クルトアサ、サルバダール政権、ギラーン、マーザーダラーン諸政権など、遊牧部族と土着イラン人による、 様々な王朝が自立していった。アナトリアも同様でルームセルジューク朝時代から分離傾向にあったベイリクやトゥルクマーン諸政権が乱立した。これらは1381年に始まるティムールのイラン遠征によりティムール朝の支配下に組み入れられていった。フレグアバカフレグの子、アフマドテクデルマイナスアバカの弟、アルグンアバカの子、ゲンハトゥアルグンの弟、 バイドフレグのイツタラガイの子、ガザンアルグンの子、オルジェイトガザンの弟、アブーサイードオルジェイトの子、後見人はチョバン、その死で、フレグ王党断絶、アルパケウンフレグの弟アリクブケの彦、ムーサーバイドの孫、オイラトブのアリーパーディシャーが擁立、ムハンマドフレグの子、モンケテムルのヤシャゴ、ジャライルブのハサンブズルグが擁立サティベク女王、 オルジェイトの娘で、チョバンの妻、チョバン家のシャイフ・ハさんが擁立。スライマーン・フレグの子イシムとの公営。チョバン家のシャイフ・ハさんが擁立し、サティベクと結婚。アヌシルワン家系不明。アシラフチ製カの名目上の藩で、師匠や校家に名前のみ残る。対立藩とがテムル、チンギスカンの弟女チカサルの公営で、根拠地は、ホラーサーン。 イルハンチョウの藩を称した人物の中で最後に没した、事実上最後のン、ジハンテムルゲイハトの孫。ジャイラルブの破産ルグが擁立したがすぐに敗される。ありがとうございます。